いや、一応行けんことはないみたいだ。ただ、間違いなく、無駄足をこきまくって、でもなんか、すごいね。こっちかな。ここは何？あ、いや、ここ曲がった方がいいのか。こっち？え？こっち？こんな細いことある？あれ？あ、あ、あ、まずいぞ。ずれまくってるな。で、これ、あ、違う。ずれまくっとる。あかん、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 あかん。逆方向になっとる。ん？しかも子供のうちドンつきや。行き止まっとるな。え？戻った方がええんか。ん？え？駅ってやろ？こっちやな。んー、あー、いやー、今の透明感のところ、ま、逆か。それを、右に行かなかったよね。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、オッケー。こっちでやってるみたいだ。地元の人に聞くのは一番早いですかね、こういう時。ああ。どんどん聞くが。おはようございます。ドンツキよ。ああ。これか。へえ。ここまっすぐで。あ、見えます。あ、ありがとうございます。パタンとうまいこれ。めっちゃ親切に、わざわざ。あ、歩行者はこっち。歩道もあるし。めっちゃ、ね、すごい暖かい地域じゃないですか。いいですね。へへへ。なるほど。もうこの道まっすぐでいいらしいですからね。あ、パーキングも出てきたし。で、その先ですね。なるほどな。そう、東京の方と違ってね、こっちの方がね、なんか声かけやすいあれありますよね。まあ言うてそんな東京の方で散歩客とかやってないけど。なんならお蔵入りになってるのもあるのか。ね、ですもんね。なんか、何あれ。赤い帽子。あれかさっきの。パチ屋か。あ、パチ屋その奥やな。ああ、じゃあ、あれでも逆に言うと。パチ屋かそこにあるじゃん、あそこか。あれ、これのローソンあれか。さっき見えとったローソンか。ちょうどぐるっと一周したか、さっきか。おー、さっきの事故だ。確かにちょっと見にくい、これね。
パソコンがや。おお。決めていきます。あれ朝の9時スタートもやってなかったっけ。あ、こっちにバス停あるんで。なるほどな。どうぞ待って。なるほどな。あ、ここは何？変わった建物があると思って。バロン。あ、まんま。バロンですから帽子ですよね。え、他もすごいです。そこからこんな感じで行けばめっちゃ綺麗や。へぇー。へぇー。で、だけど、こっちから乗ったらかね、古市方面からかね。ほやで、古市方面のこと思ったら結局やるやね。渡らなあかんね。こんな感じですね、映画の衝撃。はい、で、こっちや。はい、こっち出して乗りやすいから。駅の案内も。めっちゃシンプルで、こっちか。ああ、こっちかな。ああ、戻ってきた、戻ってきた。ここや。よし。無事着いた。もうちょっと人も増えてきますね。いや、朝食った。よいしょ。さあ、着いた。で、次は、どっかに、こっちあるかな。藤井家だから乗り換えて、これか藤井家だいけ、これで藤井家だから乗り換えて、そしたら多分河内中行きの準急が来るはずなんで、で乗ってったらいいかみたいね。吉村って行ってないから、沈むって後で調べてみて、行ってたら、完全してたら、やっぱいいじゃん。さあ、どうも。伸び流します。ご注意ください。